どうも、皆さんこんにちは、コスケです。まあ今回ね、何するか、まあ、何もしないんですけど、今コインダンジョンで西方の遺跡来てるじゃないですか。でコツコツ頑張ってるんですよ。で、ま、今ね、木曜日なんですけど、コインカンストがもうついにスパリッと崩れまして、9億6900万。はい。で、今回のイベント中に、まあ、こいつらちょっと振っていこうかなっていう子をね、ご紹介していきたいなと思います。今火属性こいつらですね、ヤマトタケル、この子たち、スキルレベルがまだ最大じゃないんですけど、あのガディウスパーティー、ガディウスのサブで、いや、タケルタケル、このウリエルをやりたい。これウリエル2体目、1体目はちょっとこの間振り終わったんですけど先週かな、うん。で、ちょっとスキルレベルまだ終わってないけど、あえて振る。で、赤缶は、まあ、振る必要はないかなって、特にね、使うシーン今んとこないんで。ないけど、やっぱフェス弦だしね。さらに、やっぱ究極進化が残されてるフェス弦じゃないですか。ね。振っときたいなぁ、みたいな。まあ、究極進化来て振れや、みたいな話なんですけど。まあ、なんか気が早いかもしんないので、一応、まあ、優先度は低いかな。で、次、このアナザ。キリコアナザ。めちゃ良くねえすか、これ。無双火炎劇、まあ、ただ10弾っていうのが若干重いけどね、全ドロップを非光回復、若干重いというか、なんだっけ、あいつ、普通にウルド9弾じゃないですか。ウルドでええんちゃうみたいなとこあるんですけど、まあ、ただ属性強化2体攻撃封印耐性スキルブーストっていうね、この組み合わせがいいですよね。覚醒非常に優秀かなと思って、まあ一応候補に入れてます。で、次水。水はちょっとミューズ振っちゃったんですけど、さっき入れました、プラス。で次ラクシュミですね。まあリーダーとして運用するかどうかわかんないんですけど、やっぱ覚醒とかね、あとスキルもそうなんですけど、単純に単体として見てめちゃくちゃ性能高いなっていうのがあるので、まあ振りましょうかねっていうところと、まああと最近この回復生成と攻撃色っていうのを同時に生成できる、この例えば、英雄神とかこの天使ですね、シリーズが非常に優秀なので、サブとして振っておこうかなと。ガブリエル、まあ、ウリエルも、ここにいますし、ウリエル、ガブリエルで次のね、まあこの流れでいくとこのミカエルですね。ミカエル、こちらもちょっと覚醒ラクシュミじゃない、パールバティのサブで非常にいきそうなので入れたいですね。で、次に、まあ途中もちょっと中途半端になってるんですけど、バステと覚醒バステと、やっぱり楽しいんですね。ちょっと使ってみたんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。まだその、なんていうかな、まあ、いわゆる高難易度ダンジョンでは使ってないので、まだね、走りぐらい、なんか適当に試運転してみたぐらいなんですけど、まあ、なんでその強さの本領っていうのがまだ自分の中で見えてないので、まだあれなんですけど、まあ、毒耐性2個と、でもリーダーフレンドで組んだ時に、80% でサブにパールバティ入れたら 100% なんですよ、毒耐性が。で2体攻撃もパールバティ、覚醒パール入れたら2体攻撃持ってるし、でいろいろ相性いいんで、まあ単純にね強いよね。36倍出して、でコンボ系かつ2体攻撃で決めれたら、まあえらいこっちゃって感じですよね。あと総裁は時間延長2個持ってるというのも非常に評価高いです。まあなんで振りたいなと。でまあこれはまああれですね、さっきの赤カウント同じ感じです、フェス弦で、プラス触れてないから一応候補に入れてます、はい。まあ、あと究極進化もね、赤ソニアしてるんですけど、まだ青ソニアとミドルソニア来てないんで、まあ、その、まあ、今後の期待値っていうのも高いですよ。で次光、あ俺も大凶振っちゃった、さっき、はい、大凶とドラゴンライダーですね、これまだスキルレベル最大になってないんですけど、今神羅万象チョコクラブで上ハーマンでスキル上げることができるので、ドラゴンライダーキングアーサー朝振っときたいなと思います。まだ1体目なんですけど、触れてないんで、こんな感じかな。まあ大凶はね、まあもうまあね特になんで大凶に振ったって疑問を持つ方はいないと思うんですけど、もう回復タイプのサブでも使えるし、まあ、単純に属性強化2個大攻撃とか、まあ、単純に言うと覚醒に隙がない、隙がないっていうか欲しいのしっかり持ってるみたいな感じです。はい。で振りました。でステータスもね、2機能振ったらこんな感じで回復力もめちゃ高いしみたいな感じ。はい。次
ってなかったんですよ、ヘビメタ降ってなかったんです。まあ、正直ね、闇が一番僕の中で今回優先度低いです、一番。このパンドラ2体目と闇メタが。うん。他なんかいるかな、闇で。チラッと見てみる。闇って使えそうな子って今後あんまいない、今週間あんまいないんだよな。覚醒ハーデス使いたいなと思うんですけど、なんかはっきりここで使うっていう予定はないし、基本的に多色なんだよなイメージ。リーダーでっつったらフレンドいないし、オエティアとかこの辺もなぁと思う。なんかまだそんな何のサブってなっちゃうしな。まあでも使っといてそんななさそうなキャラクターナンバーワンだな。ゴエティアの方がまだ建設的なのかな、振るとしたら。2体目終わってるし、スキル2体終わってるしな。ゴエティア良さそうだな。体力悪魔、ランダムで闇ドロップを3個生成、闇ドロップの攻撃力を強化。ネフティスのサブとかになるのかな。闇属性の HP と火力が少し上昇、3属性同時攻撃でこれが3倍。うんうん。なんかな、別に単純に強いと思うんだけど、なんか俺使うかなって言われたら、なんか別にこの瞬間うんっていう感じになっちゃいそうな方が今闇に多いんだよな。闇他なんだ、2体目3体目に振る、あ、大国主だな俺。2体目スキル上がってねえ、忘れとった。1体目、あ、大国主いいな。2体目のスキルレベル上げて2体目に生きるならにしようかな。これありだな。大国いいっすよね、大国先生。大国振ってないんだな俺。297にちょっと候補に大国2体目これを追加します。むしろこの横の2体よりも大国先生の方が優先度高いんじゃねえかまで。もしくはまあ闇メタはね、なんかね、この一旦の間受けるダメージを減らすっていうのが非常に、あそこパンドラパで極限ヘララッシュをやるときにすごいいいんですよ。周回しやすいんでパンドラで僕確定で入れるんですけど、闇メタその時のね役割もあるんで297振っちゃおうかな。1キュッパーか297でちょっと悩みますね。闇メタはリーダーとして使う可能性もあるんで、はい。まあリーダーとして使う場合でもまあ297でいいのかなと最近思ったりするんですけど、光だと何がいるかな。他ウィジャス振りたいなーって思う心もあるんですけど、いやいやウィジャスじゃないでしょっていうあれもあるんですよね。なんなんだろうな、光は悩むな。あとあれだな、このな、これだ、このゼウスさんのエラー、謎のこのただ動画で使いたいなっていう思いがあるので、ちょっとゼウスさんのエラー297にしようかな。このなんか回復99だけちょっと若干意味わかんないんで、はい、あと2キナ振った時のまあ火力だったり戦い方というか、なんていうか、まあ、リーダーとして出す可能性がありますからね。フレンドさんのことを考えるとやっぱり乾燥させとかないとね、地雷って言われるご時世。まあなんでイメージとして今こんな感じで振っていきたいなと思ってます。まあトータルで言うと4、7、10、13、16体ぐらい候補個体がいるんで、まあ残り4000個ぐらい、まあ4500個ぐらい必要なのかな。まあでも2体振っちゃってるから、まあ4000個ぐらい、はい。まあ多分土日がね、ガンフォーフェスティバル2015で FMA の方に今週は行かせていただくので、ちょっとねそこまでプレイする時間取れないかもしれませんけれども、まあできる限りの個数を集めたいなと思います。まあよかったらね、皆さんアドバイス、こいつ振っといた方がええんちゃいますとかございましたらよかったらね、ご意見くださいませ。あと貴属性でサイが悩んでます。はい、じゃあ
バイバイ。